レタスの水分すっごい出てるんでね、シャキッとした感覚が残ってる感じですね。はい、どうも、料理マスターリュウジです。この動画最速の料理のお兄さんリュウジですでしたね。料理動画も全部の動画そうなんですけども、 1.5 倍速とか 0.5 倍速とか設定できるんですよね。だから僕動画出す前にチェックするんだけども、大体ね2倍速で出てます。皆さんも料理がパッと知りたいっていう方は多分2倍速とか 1.5 倍速とかで見ていただいた方が時間短縮になりますんでね、こんな感じで、時間短縮で見ていただければなっていうふうに思いますね。はい、そのまま 見たいっていう方はそのまま見てくださいね。はい、あとはねレタスですね。レタスねすごい安くなってたんですよ。なんで今ちょっと安くなってきたレタスを使ってですね、なんだっけ、あ、鶏筋肉とレタスの生姜蒸しっていうですね、すっごいヘルシーな料理、こういうヘルシーな僕の料理食べて帳尻合わせしましょう。そんな感じで今日は、ヘルシーなレタス料理をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。まずですね、今回の主役レタスです。半玉分、さっき測った 200g。200g 用意してください。鶏ひき肉。これね、今回胸肉の、ひき肉にしました。これね、ももでも美味しいです。ももだと結構ジューシーで食べ応えがある食感になりまして、胸肉はさっぱりした味になりますね。もも肉の場合は結構油入ってるんですけども、今回あっさりしたものにします。はい、豚ひき肉とか鶏もも肉とかでも全然美味しいです。生の生姜 5g ですね。なければチューブでもいいんですけども、ぜひね生の生姜用意していただいた方が香りが出ますんでね。で、あと輪切り唐辛子、あと調味料、こんだけ、簡単ヘルシー。はい、ということですね、まずやっていきたいと思います。皆さんね、片手に、お好きなドリンクねお持ちいただいてね、楽しく調理しましょうね。料理は楽しくね、料理が嫌いになったら終わりですからね。はい、ということでやっていきましょうね。まずね、生姜切っていきます。生姜はこんな感じで薄切りに、してからのちょっと切ってって細切りにしていきたいと思います。生の生姜だとね、この切った時のね、こう爽やかな香りがするんですよ。これすっごい爽やか。そしてこれでこの香りを嗅ぎながらハイボールを飲んでいきます。これ実質ジンジャーエールですからね、これね。あー、すごい。あー、もうほぼジンジャーエール。レタス、このままザックザック、はい、切っていって大丈夫です。はい、レタスはね、この水分も多いですし、すぐしなっとなりますんでね、千切りといってもちょっと太めの千切りで大丈夫です。1センチぐらいのね。はい、こんな感じ。まずですね、フライパン用意してください。ここにね、オリーブオイルです。大さじ1杯、これぐらいかな。生姜ですね。はい、火加減は中火ぐらいでいいかな。生姜を炒めていくといい香りを逃してしまう。生姜とオリーブオイルのいい香りを逃がさない、閉じ込める、僕の中に閉じ込める。そして、はあ、これが最高なんだ。料理してる人の特権ですね、これはね。香りが出てきましたら鶏ひき肉炒めていきます。はい、お塩、胡椒ですね。はい、胡椒はねちょっとね多めにで、ほぐしながら炒めつけていきます。パラッとさせましょうね。肉の焼けた香りっても非常にいいんですよね。塩コショウして肉が焼けてきた、この香りを逃がさない。うん、肉のつまみはいいですね。パラパラにしていきますね。そこまで全部ね火を通すそうと思わなくていいです。鶏ひき肉はねすぐね火が通りますよね。レタス、これもうまさっと入れちゃいます。はい、こうやってね、まさっと。僕の場合ウェイパーですね。はい、で小さじ半分入れます。これ端っこにここら辺に入れちゃっていいですよ。ちょっとね蓋をしていくんですよ、これね。はい、レタスをしなっとさせていくんです。これね大体ね3、4分かな。そして3分待ってる間に3分クッキングをしていきます。今日作るのはロイドレリュージですね。はい、レタスはね炒めるんじゃない、蒸すのが一番美味しいです。 90% 以上がねあのレタススープなんですね。なので蒸していくとね、中からレタス自身の水分がジュワッと出てくるんですね。いい感じにこのレタスの水分だけで蒸したこのレタス、ほんとに美味しいです、これは。はい、じゃあ3分経ちましたね。開けてみましょう。いい感じですね。この状態だとねまだねあの中華スープが横にいるまんまなので、火止めちゃっていいです。全体を混ぜ合わせる。そうするとねレタスの水分すっごい出てるんでね、全体混ぜ合わせたら味見してあげてください。そうするとね塩加減とか、これからハイボール祭りをしなきゃいけないので、少し塩
かけます。味見ながらやってるさ、皆さん。もう本当にね、レタスは、ね、シャキッとした感覚、食感がまだ残ってる感じですね。器に盛っていただいて、辛み欲しい方は、生姜と一緒に輪切り唐辛子入れてください。で今回はちょっと忘れたので糸唐辛子ですね。はい、これちょっと、あらあら、かわいいじゃない。レタスとひき肉の生姜蒸し完成でございます。それではできましたので食べていただきます。いただきます。食べていただきます。いただきます。おお、これはうまいわ。レタスのシャキシャキ感が残ってて、鶏肉はやっぱねボリューム感出してくれますね。非常にあっさりしてる。たまにこういう食事入れていただきたいですね。マジでうまい。これは中華ペーストとオリーブオイルを掛け合わせてるっていうのがなかなかないんですよ、実はね。この料理に関してはオリーブオイルと生姜の風味を際立たせて、ここにですねこの鶏ガラスープの旨味を加えるっていう手法を取ってるんです。あえてです、これは。しかもこの料理何がいいって罪悪感ゼロ、味変感不全でしょ。レモン汁ですね。少し酸味が入っても絶対うまいっすよ。うん、ありがとう。ご飯にかけてもめっちゃ美味しい。飯にも合う。ウエイト気になるなって方はそのまま食べていただいて、鶏ひき肉のパラパラ感も非常に美味しい。レタスってすごくジューシーで、鶏ひき肉が結構ね歯ごたえがある感じなので、レタスとこのひき肉を食べていただくことによって非常にね満足感が出ますね。うん、罪悪感がないからもう全部食べちゃう。低カロリー、低コスト、糖質ということで、ぜひ作ってみてください。あ、ちょっとダメだ。これ3分も飲み続けてたら次取れなくなるんで、はい。で最近ね、視聴者の皆さんにも本当にもう涙が出ちゃうんですけど、もう本当、リュウさん無理しないでいいから長く続けてくださいっていうコメントがものすごいあるので、無理しません。私、僕は死にません。